ハギウェイで金、インターチェンジも金、ダムはプラチナ、意外とタワーまでもう、駅がね、ついに金になりました。駅いっぱいの夢よなと、県庁所在地も金、はい、現存天守閣金、名城も金、橋名橋で銀、都市公園も銀、空港が銅、東海道五十三次銀、野球場がなくてね、野球場がないんですよ。サッカー場が銅、遊園地銅、行きました神社銀、メロディーを奏でる銅銀、はい、日本三景神様、はい、プラチナ、新日本三景がここもね、新日本三景、動物園銀、あ、銀でね、動物園が銅、水族館が銀、三崎も銀、三崎、湖の間がない、昭和の名水が銅、日本の道100選も、なんか増えてないよ、公共建築も、公共建築で100選、
ない。1万人いるうちの2000番目、すごいです。日々あの仕事でこう走ってるのとかも足しとけばもっともっと上に行ってる可能性あります。朝からこの人行ってんの？行ってない。だってバッテリー切っちゃう。民間グループつけようかな。まあつけてもいいんじゃない？やっぱりアップダウンがあるから、景色がね。
サービスで読んでた。そうです。今度
だシマルの T シャツをちゃんと探しに行かんというか。まもなく左方向スマートインターチェンジで、ひげも伸びました。実際の標識に従って走行してください。そういうことでね、またこれからアップロードしますので楽しみに。まあこのアップロードしますからねって言ってる段階では、まもなく料金所で最後の段階なんで、まあ次のアップロードまたお楽しみにっていうところ。次どこ行こうかね。味方ごっこ。おお。ビビりしないとと思ったんだけど。味方ごっこね。うん。いいですよねあそこもね。あでも空気なのかな。紅葉考えたら。黒部ですか。でも味方ごっこだってあれ良さそうですよ。どっちも良さそうだけどね。またもう一回白山スーパーリンドとかですかね。あーそっか、名前変わったしね、あそこね。まあそんなこんなでね、まだあの次どこ行くっていう宣伝はできませんけどねまあ今上がったね名前の地名がね、まあ、候補の場所ではあると。うん、黒部かな。味方ここもでもいいね、エンジェルラインあれ眺め良かったんですよね。うん、良かった。なんかちょっと行ってみようかで行ってみたら良かったんですねあれね日本全国いっぱいとこあるんでね、また次ね、皆さんがこうね、お面白いとこ行くねってこういうようなね動画を撮影できたらね、右方向でもしかすると皆さんの近所をね走ってるかもしれませんので、ね、うちの近所だよなんて言ってもらえると嬉しいんでね、この時はまた、ね、よろしくお願いいたしますと。じゃあ締めの一言ですかね。うん、じゃあなんか締め、いや私だっていいよ俺は俺で締めるから。いい今回は別にないないの。まあ楽しかったし、700m 左方向、まあ今回もいい経験だったのかな、はい、と思いましたしねそうだね、もっと気をつけないとって思ったね、知らない道は。そうですね、うん、はい、じゃあ僕の方からですね、なんだろうね、まあ、確かに、油断禁物、ね、しまったわまあ明日からね、我々またお仕事を、もうめんどくさいな、ぶっちゃけ仕事もいや、こういうなんかねアップロードとかで仕事をなればねいいなぁなんて思うんですけどね、なかなかそうもいかないんでね、うん、またこれからね頑張って働いてね、うん、左方向で、どうやらつけまのねあのラファンがいるみたいなんですけどね、なんか締めのタイミングでつけまのラファンがいるみたいな、なんだよお前何もしないで締めにだけ出てくるっていう、ね、締めにも出てくる、ずるいですね。まあね、そんなことでね、うん、またね、画面の前の皆さんにね、お会いすることができればと思いますんでね、何卒よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここで切ればまあいいんじゃない。まあね、多分ほら3分ごとで一区切りになるから。ああ、そっか、うん。その後の会話がね、また何秒か続いてるかもしれないですけど。ちょっとだけ油断はしないようにして、下手なこと言ってしまう、覚えちゃうからね、下手なこと言いまくってるから、そうだよ、ね、お家に着くまでがあるのそうですね、毎回この辺で言ってますね、これセリフね気をつけないと、運ばれちゃいますから、救急車じゃなかったですね、今ね。どこも見てる。救急車。いや。まあでも、ね、ほぼほぼ予定通りのいい時間に帰ってくれましたね。うん。うん、鳥取だろうが、島根だろうが、いい時間で帰ってくる。すごいですね。この読み。
ペース配分、うん、向こうで結構ギリギリな時間貪欲に粘ってたからね。ただね、あそこであのダム行ってしまえってやったらね、ちょっとやばいことになるんだよね、これね、うん、結果的にね、やっぱりダムはやめてて正解です、うん、時間の読みって結構重要ですよ、ね、うん、よく読めたなって自分で思います。あんなところ、まあでもね、本当に何回かこう経験重ねてると大体こんぐらいの場所からだとこんぐらい時間かかるっておぼろげながらに分かっちゃうんだよね、これね。突発的に自己渋滞とかね、何箇所かで起きちゃっていたりとかしたら目も当たられない状況になるんだけど昔一回そういう目にあったんですよ。え、いや俺一人にね、ああ一人に、それから元嫁といた時からないんですよね。ああ名古屋のあたりでね、あの、全面通行止めになってしまいました、ね、名神高速、一般道に降りろと、いいあらえらい目合いましたね全く知らないね、名古屋の街中でね、当時涙が持ってなかったですからね、えらいこっちゃですよね降りたはいいけど次どっから乗ればいいんだよって話あら、しんどい思いしましたね車の中でね、名古屋城見ましたね、 あれ名古屋城だ